今日もやってまいりましたこのコーナー、あいつにマンマーク。今日はジェフ市原のですね、多分もうすぐ大爆発するんではないかというこのエースストライカーにアタックです。そう、バロンちゃう、小倉です。言わずと知れた日本が誇るストライカー小倉隆文。海外でも注目を浴び、日本の将来も期待された男が、相次ぐ怪我で味わった絶望の中で迎えた転機とは。挫折を乗り越え再び世界を目指す左足の怪物に松木が迫る。まあ、僕はあのこのユニフォーム似合うってよく言われる。いやいや、もう似合います、ね、もうまだまだいけるという。もう全然全然、もう一緒に並んでたら同い年じゃないかと、はい、やっぱり、はい、ね、どちらかというと小倉選手の方が上に感じたり。あ、もうもうもう、ね、そんな感じ。僕は何も言う。まずあの怪我の具合ね、はい、もう多分ファンの、方々かなり心配してると思うので、はい、どうですか。そうですね、もう右さんの方はもうずっと良くて、こっちオランダから帰ってきてすぐに左膝の方をやっちゃって、それがあのコンディションこううまい具合にきちっとできなかったんで、まあでも休み挟んでこの合宿しっかり1週間休まずできたんで、セカンドステージはなかなかいい感じでいけるんじゃないかなと。高校時代怪我らしい怪我ってのはなかったんだけども、もともと僕結構懐に入れて、うん、あのプレーするっていうか、うん、独特の間みたいなのがあると思うんで、そこら辺のところでうまくもっと、まあ、今思うことは、うん、もうちょっと体うまいこと使えばよかったんでしょうけど、うん、なんていうんですか、日本人独特の礼儀正しいようなサッカーしちゃってこうもっと腕とかしっかり使って幅で出してやればもうちょっと違ってたかと思うんですけど、ね、うん、まあでもそれも怪我していろいろ考えて、うん、あのそういう風にやっていかなきゃいけないなと思ったぐらいで。海外をかなり意識してたと思うんだけど、ね、はい、なぜ海外を意識してたのか。僕がちっちゃい時のプロは海外だったんで、ダイヤモンドサッカーとかね、昔やってましたよね。そういうのを見てて、もう海外は奥寺さんとかがやってるヨーロッパっていうイメージがもう僕の頭の中ではずっとあって、もう日本にプロができるってなったのは僕が高校2年終わる時だったんですよね。だから今一つまだ僕の中にあるかもわからないですけど、ピンと来てないというか、もうそれはちっちゃい時のイメージなのかもわからないですけど、もうそれがすごく強くて、プロは海外みたいな、もうそれがすごく強く残ってるんですよね、はい。オランダで少しサッカーをやってて、はい、チームの得点王になったということで、これは自信になったんじゃないかな。そうですね、シーズン1シーズン通せれたんで、うん、当初は半年で帰ってこなきゃいけないって言われてたんですけど、うん、僕はちょっとわがまま言ってどうしてもシーズン通させてくださいって言って、うん、で1シーズン通せて、うん、で監督に最低15点取ってくれって言われてたんで、どうじゃそのままどう、ノルマ通り15点取れたんで、まあ、そういう意味では本当の公式戦だったんで、うんうん、すごく充実してましたね。なるほど、はい、J リーグデビュー戦は なんと、僕がヴェルディ時代、はい、監督時代に、はい、やっ出てきてるんだね。本当ですか。もう今日言われて、あ、そうだ、向こうから帰ってきた時に、あの時はやっぱりその J リーグでプレーするっていう なんだろうな気持ちってのはどんな。残ろうと思えば残れたし、一部にも行けたんですけど、どうしても必要やから戻ってって言われてると思って、まあフロントの人にもそうやって言われて戻ってきたんですけど、だから最初のすぐ出た時は結構モチベーション高くできたんですけどね、その後ちょっと出たり出なかったりしたんで、すごくもったいない時間過ごしましたけど、はい。95年にアトランタのオリンピック予選で対戦で怪我をして、そして96年にはまた違った場所を怪我をしたと。その辺の時はかなり辛かったんじゃないかなと思うんだけど、一次予選がやられた分、最終予選はもう僕は本当欠けてたんで、僕が連れていくと思ってたんで、そういう雰囲気だった、ね、はい。だからもうオフもしっかりトレーニングして、僕は万全のつもりで行ったんですよね。だから、うん、その万全のつもりの中やっててやった事故があんな形だったんで、うん、もう本当はアクシデントの事故だったんで、ショックだったですよね。もうなんていうんですかね、おかしくなる感じで、もう精神的にもおかしかったですね。え、なん
何が起こったのか分からなくなって、怪我からなかなかね立ち直れないというか復帰できない、かなり焦りとかね不安はあったんじゃないかなと思う。その辺はどうですか？そうですね、だからその間でやっぱ自分と向き合うというか自分と会話するっていう場面がすごく多くなって、うん、オランダでリハビリしてた時なんかは、うん、僕が一人の時間がすごく多かったんで、うん、一人でそのリハビリ施設に行ったんで、うん、自分と話するのがすごく長くなって、やっぱりプロになっていろいろやっていくうちにいろんな期待とかプレッシャーとか自分の欲やいろいろ出てくる中でいろんなものが余分なものをついてきてたんですよね。だからそんないろんな余分なものがいろいろ考えていく間にどん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 そげていって、ほんとシンプルなものだけ残って、うん、ああ自分はこれすればいいんやと、うん、でこれ戻れるかどうかわからないまで行ったんで、戻れたらシンプルにそれだけやれればいいんやと思ったらだいぶ楽になって、うん、そういう意味ではだその前の段階はだいぶ自分で思いもしょいながらやってたかなっていう感じがありましたよね。今まで自分のサッカーの中で一番影響力のあった人誰でしょうか？プロになって一番やっぱ影響あったのはベンゲルで、僕が帰ってきてそうやってミルンの時に結構干されてたん で干されて結構サッカーが面白く何のために帰ってきたいのとか思ってしまって、こう自分が知らない間にこうしっかり練習からやってない自分がいて、でその時にベンゲルに呼ばれて、お前はサッカー教えてほしいのかって聞かれたんですよね。いや教えてほしい、なんで教えてくれへんのぐらいのことで言うと、で教えてほしいんやったらほんじゃ練習から 100% やれと、練習から100以上のもの出して初めてお前に教えてあげるから、じゃあ練習で100出してみろって言われて、ドキッとしたんですよね僕ね。ああもう何をしてたんやろうと思って、ああそんな当たり前のことをなんでやってなかったやろうと思って、それすごく僕響きましたよね、ここに。あっと思ってドキッとしましたね。絶対なんとかね、はい、もう一度日本の代表の選手として、はい、ユニフォームを着たいっていう気持ち持ってると思うんだけど、はい、その辺についてはどうですか？いやもうやっぱりそれはいつでも僕もキャップ何試合かつけてやったことあるし、だから重みとか責任も分かってるんで、そういう意味ではその重みを感じながらできるこう嬉しさみたいなのも知ってるんでね、それはいつでも狙っていたいし入るんだという気持ちでやっていきたいですけど、まあまずは僕はここでこのチームの中で僕ができることをしっかりやって、僕が何できるっていうのをまだまだ全然見してないんで、それをまず見してからその時に初めていろいろ道は開けてくると思うね。だからそれをまあその次のところの目標に置きながら、まずはここでJリーグで僕がどれだけできるっていうのを見して、そっからですね。もう最近ね、Jリーガーのちょうど中堅選手といろんな勝負をしてですね、はい、結構僕勝たせてもらってるんで。本当ですか？今日は、はい、小田選手ちょっとよろしく、はい、でパーテをね、ボールを蹴ってバーに当てると、はい、もう単純なね、やり方でいきましょう。3番狙います。あ、違うだろ。違う蹴ればもう帰りますって言うね。よし、あそこに乗せるんだっけ。違う違う違う、ちょ、やばい、やばい。じゃあこれいただいた、悪いけど俺めっちゃ下手、悪いけどいただくよ。本番に弱いな。同じく9番よし、ほいだ、やった。もう3発蹴って当たらんだろ、もう。そうだよね、3発蹴ったら当たらない。はい、エコエコ、君はできる子。おー、やっぱりよかった。
大変だよ本当勝たせるのに3発目で恥ずかしいちょっとなんとかなんとか勝ったです。そうだね、はい、あの前園の選手に何か一言あれば、負けてる場合じゃないよ